前回までのあらすじ。空気をかけた水中ポーカー、エアポーカー。最終ラウンドの5回戦で選ばれたカードは、嘘食い25、ラロ44。この勝負はラロが勝利するかに思われたが、勝ったのは25。なぜ、オーディエンスの勝利予想が44だったのか。そして、なぜ25が勝利したのかを追っていきます。そもそもなんで勝敗予想と結果が違うんだ？数字の勝敗を決めるプロセスがわかっているんだから、25vs44 の勝敗もわかるんじゃないのか？いいえ、ちょっと違うわ。まず数字の勝敗は、プレイヤーが選択した数字が合計値となるようなポーカーの役を、協力者が1組52枚のトランプから被りがないようにカードを選択して作成し、作成された役の強さで勝敗が決まるんだったわね。ただオーディエンスに公開されるのは、選択された数字と勝敗だけで、どのカードを使ってどの役を作成したのかはわからないようになっているわ。それに、どんな役を作成しなければならないというようなルールもないから、5回戦までで使われたカードはあくまで予想で、それを元にした勝敗予想も正確でなかったってわけね。ただ、指定された役を作成するというルールはないけど、最強役、つまりハソの時作成できる一番強い役を作成するように、二つのルールで間接的に協力者を縛っていたわ。ルール丸1、作成した役が弱かった方にペナルティとして、死ぬほどの痛み、死痛、が与えられる。このペナルティを受けたくない協力者は、相手に負けないように必ず最強役を作るはずね。ルール丸2、プレイヤーの手札の情報は公開されない。この後に選ばれる数字がわからないのに、必要なカードを温存するために最強役以外を作る、ということはありえなさそうね。つまりは、最強役以外を作ってもルール違反にはならないけど、最強役以外を作るメリットが協力者にはないってことだな。オーディエンスも同じように考えて、協力者は必ず最強役を作成すると仮定した上で、5回戦の勝敗予想をすることとなったわ。ということで、オーディエンスと同じように必ず最強役が作成されると仮定して、1から4回戦の使用カード、そして5回戦の勝敗を予想してみましょう。1から4回戦で最強役を作成したと仮定した場合、選択された数字はこうなっているはずね。5回戦ではこの残りカードで最強役が作成されるから、嘘食い、5の3カード、ラロ、10のフルハウス。つまり5回戦はラロの勝利と予想できるわね。なるほど。勝利予想が44だった理由はわかったぜ。しかしこの予想に反して、嘘食いは実際には未使用の4を使ったストレートフラッシュを作成していた。未使用の 4? 4はすでに4枚全部使い切っているだろ？いいえ、実はそうではないわ。協力者の総位置は4回戦、クローバーの4を使用しておらず、そのおかげで、5回戦の時点でクローバーの4が未使用になっていたわ。つまりは、4回戦で最強役を作成しないことで、5回戦でより強い役を作成することができたってわけね。あれ？死痛と手札未公開のルールのせいで、協力者は最強役しか作れないんじゃなかったっけ？その通りね。ただ嘘食いと協力者の総位置は、このルールをうまくかいくぐり、最強役以外の役を作成していたわ。まずルール丸1、死痛について、自身の記憶を自在に操ることができる総位置は、前回の、死痛の記憶を消すことで、再度ペナルティを受け入れられるようにする、という超人流のゴリ押しで突破したわ。そしてルール丸2、協力者には次に選ばれる数字が知らされない。これに対して嘘食いは、モールス信号での情報伝達を試みたわ。遡ること3回戦の終了時。この時嘘食いは天才を受けた直後だった。天才の正体が判明して周囲が騒然としている中、嘘食いはそのどさくさに紛れてテーブルを叩き、モールス信号を発信。手札に、25、があることを総一に伝えたわ。でもモールス信号だと、その場にいる全員に聞かれてしまうよな。5回戦でストフラを作成できることが相手にバレたら、相手が勝負に乗ってこなくなってしまうぜ。その通りね。だから嘘食いは、送信するメッセージに総一だけが解ける暗号をかけ、総一以外には情報が伝わらないようにしたわ。その暗号とは、春36。暗号を解くための鍵は、春、で、数字を一つずつ戻すことで正しいメッセージとなるわ。
なんで春が数字を一つずつ戻すことを意味するんだ？それは協力者春の名前が、映画、2001年宇宙の旅、に登場する、春、というコンピューターに由来するためよ。春は、大手 IT 会社 IBM 社を一文字ずつ前にずらして命名された、という説を引用し、嘘食いは、コンピュータ並みの知能を持つ彼を春と呼んでいたわ。また、作中当時の1998年に人気だったコンピュータ、NEC-9800、通称98を同じようにずらすと、彼の偽名、87沖、にかかる、87、になることにも由来するらしい。このことを知っている二人だけにしか解けないことから、春、が数字を一つ前にずらすという暗号に使われたみたいね。それって、わかりにくすぎ。隠して5回戦で勝利した嘘食いはラロから12エアを獲得し、結果14エア差という大差をつけることになった。数字での勝負を選択したことで敗北してしまったラロであったが、他の選択をすれば5回戦で勝つことはできていたのであろうか。答えは、イエス。ラロはこの時、チェック、コール、ホールドという選択肢があった。もしチェックやコール、つまりは数字での勝負を選んだら、自身のフルハウスでは嘘食いのストフラには勝てず、最低でも10エアは失うと考えた。対してホールドを選択すれば、失うのは5エア止まり。その結果、相手とエアの残量が同数になるわ。じゃあ、勝負するよりホールドした方がエアの損失を抑えられるし、同数エアであれば耐久戦でも勝ち目がありそうだから、ラロはホールドした方が良さそうだな。果たしてそうかしら。というのも、ラロはこの時別のことにも気づいていた。それは、エア残量の偽装工作が可能だということ。ラロは、使用済みのエアに空気を残しておくことで、エアの残量を見た目より多く残しておけることに気づき、自分と同様に、嘘食いもエア残量を偽装しているのではないかと疑っていた。そしてラロは、嘘食いがゲーム開始直後からエア残量を偽装していたと推測し、自分より先に偽装に気づいた嘘食いの方がより多く偽装していること。そして、同数エアでの耐久戦では、偽装した分も合わせると負けてしまうことに気づくわ。つまり5回戦は、数字での勝負でも勝負を降りても、ラロには勝ち目がない状況で、4回戦でカードの温存が成功した時点で負けが確定していた、ということに気づいたわ。しかし実際には、嘘食いはエア残量の偽装を行っておらず、ホールドしていれば耐久戦でラロが勝っていたわ。正しい選択をすれば勝てていたんだな。今説明した5回戦での選択もそうだけど、そもそもラロはゲーム中ミスが多かったわね。あんなに堂々とした嘘食いのモールス信号にも気づかないし、遡れば、たった数呼吸の温存のために相手から目を離し、嘘食いに偽装の機会を与えてしまっているし、ラロは本人の言う通り、ギャンブルは得意じゃなかったみたいね。ということで、今回の動画は以上。ご視聴ありがとうございました。